私家でします。はい、皆さんこんにちは、ゆかチャンネルのゆかです。今日は私がちょっと病院に行く用事があって、だいたい2時間ぐらいかな、お家を開けなきゃいけないんですけど、まだすんちゃんは私が出かけるっていうことを知らないんですね。なのでいきなり私がすんちゃんに今から出かけてくるねって言って、露伴家をすんちゃんに託して出かけたら、2人は一体どうなるのかっていうのを動画にしていこうと思います。あー、どうなるかな。わかんないけど、一応みんなと見てみましょうか。それでは今からすんちゃんに行ってくるねって言ってきます。レッツゴー。すんちゃん、お話があります。話ダメ。その話ダメ。なんで。私家でします。家でしますか。そう、いつ。今。早くない。今から本当に出かけてくるの。なんで、なんかあんの。病院です。ああ、そっか。なので、はい、近いんですね。ちょっと待っててください。ロハンティと二人で。はい、ロハンティと二人の初めてのその日なの。そうなんです。だからもう行ってくるね、時間ないんだ。はい、わかりました。お母さん行ってきます。行ってくるんですか。本当に二人を捨てるんですか。はい、来てくださいね。気をつけて。はい、バイバイ。ベスキン買ってきて。ベスキン、アーモンドボンボン、おまのめげんこけんけ。오줌 싼나 볼까? 아이 로니, 아이 착하다. 조심히 가야 돼, 로니.
ってやれば。うん、肌を弱いにして。弱いんじゃから。ぶちゃぶちゃ。あう、弱いに、うんこいっぱいしたんだね。うんこした。おー、ちょっと待って。ちょっと待って。終わり、うんこだけ。ちょっと待って。おい、弱い。ですけど、どうだったかな、大丈夫だったかな、行ってみます。すみちゃん、大丈夫だった？うん、大丈夫だったよ。もう花、ずっと寝てたよ、ほら、やりましやろ。大丈夫だった？偉い、大丈夫だったんですよ、うん、ほらなんか大丈夫3歳ぐらい老けました。本当はい、こんな感じのゆかちゃんのプチ家で病院ですけどでした。はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタとTikTokフォローとチャンネル登録もお願いします。バイバイ。バイバイ。シューペドヤロ来て、ロアニラン、ロアニーボボ、またやりました。そう、全部ロハンに、ロハンの地獄。あんなに寝た。カラッ、トゥトゥン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 。カラッ、トゥトゥン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 。